先でね、どれも打てる気がするね。働いても食っていけない風になるでしょ。それさ、人生で前の話したけど、なんか失敗しちゃってみたいな、で健康も悪くみたいな、生産作用無理っぽいみたいな。改めて、たかだか忍者争いって、おそらく知っとるよ。むちゃくちゃやろ。もうその奴隷状態やそういうのって。もう今買うのしかねえよ。借金問題で それは、捨て人って言い方が多いんだけど、
あ、みんな聞いてるの？あれ？みんな、みんな、ホトルとか街灯これ？何？お前言ったな。大事なことだよ。重要。重要。絶対ダメってことなんですよ。そんなものはありえん。するとね、返すときに返すつもりじゃ絶対ダメなんですね、うん、でね、まず借りるときに何となくじゃあ借りちゃいかんの、なんとなく借りたらダメなんで、返すときもなんとなくじゃダメなんです、返すときでさえ。そこははっきり言われた通りのことをせないかんわ。んで、どうしようもなくでも、さらに罰っていうのは、どうしようもないときにね、さらに借りるっていうのは罰なんです。でね、返すときにどうしようもなくでもさらに何ていうのかな、先延ばしみたいな、それも罰なんよ。でね、もう一つあると、見込みってね、こう借りるときに返せる見込みがあってもダメなんよ。で、返すときに返せそうな見込みでもダメなんよ。でね、要するに標語は働けと少しずつ花丸みたいな、ね、まあ少しずつ本当は一遍全部返して知ってます、それはそうでしょう。でね、重要で花丸事項は心でも押せと、なんていうかな、向こうがねドラッとって言ってる時にね、もうその心でもね申し訳ございませんよね、嬉しいってことない。その逃げるなってことも該当するんやけど、世間取り立ての人にね、心でも払えみたいな。それはね、心には誠実さで、心には素直さ、心には謝罪。謝罪って言っても民事上の争いなんで、こっちは大したことないっては言うけど、そりゃ何かあることは普段に想像できます。でね、実行しろっていうのは、そのつもりなんとなくどうしようもなくでもさらに見込みとかそんなんじゃなくて、例えばね、1万円いつって言ったら、それをね、その時に実行するんよ。例えば、その時にまあ、1週間に申し訳ないけど、例えばね、500円の手持ちしか残らなくて1万円返せと、1週間後にね、たらね、500円でね、食パン2枚買え、食パンセット5枚入り、そんくらいの。で、1週間500円で押し通して、それを実行するんや。んでね、取り立ての人にもあるの、実はね、心があるんや。だから、約束をね、実行するんや。
しても言えば言ってたね、家族4人で食パン2枚で1週間暮らせますかねって言って、たらもう半分のね5000円1週間もしますんで、必ずでしょうね、本当でしょうね、はい、じゃあもう今来てくださいと3000円だから、あったら今行きましょうかみたいなね、結構そんなんなんよ。でもね、交通費もあって3000円でね、普通行ってもめんどくさいんやけど、取り立てる人の仕事でやっとるもんね、しゃあねんやわ。向かいから14時以降ね、心でも押せっていうのはね、そのなんていうかな、ハートを打ってでも、ハートって体とかじゃないよね、そんなの、その心で謝れみたいな。で、逃げるなっていうのは、逃げたらさらに厳しくなるから、実行しろって言ったのは、これこれいつって言われたら、それでね、できる範囲のことを言葉で確約取って、すみませんけど1万のうちのね8000円しか払えません、それしか持ってないんでだってね、残りはって言われたら、それはまた払おうって働いてから考えますみたいな、すみませんみたいな、そんくらい言えんと事業家さんやってけんけどね、事業家さんもそれやし、一般の方でもそれかもしれない。まあ、働けっていうのと、働かなくなったらそれでもうそのどうなるか分からんわ。なんで少しずつって言い方でね、そのいわゆる交渉できる立場じゃないけど、借りてる人はなんとかね、その心でも乗せとって逃げるな、それを約束を実行して、その時にね、考えた言葉はね、借金はね、それをね、乗り越えてみれば財産よっていうのが世の中を知ったってことです。以上。